最終日です。ありがとうございました。あ、なんかカメラ回した時だけ陰気になる感じです。あ、まだした。サブちゃんだけは陰気な。陰キャ、陰キャ嬢さんで。お疲れ様でした。練習頑張ってましたよ。あ、練習ありがとうございました。あの強すぎて。あ、楽しみです。一応。あ、YouTube です。あ、映ってますよ。これ YouTube。あ、じゃあ誰誰誰、何キャラですか。いや、ということで、5泊6日ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか。いやー、疲れはあるんですけど、めちゃくちゃしたね。超楽しかったっす。やっぱこの景色見れて最高でした。頑張りますね。頑張ります。次は本当に一緒に走れるように頑張ります。コーヒー飲んで頑張りましょう。コーヒー飲んで優雅に帰ります。お風呂行ってきます。お疲れ様でした。リクト君でーす。クス選手もいます。めっちゃ睨まれてゆくということで、僕の練習は全部終わったということで、今日帰るんですけど、まだ夜の飛行機の便まで結構時間あるんで、リクト君とクスさんと撮影者と、ちょっとカフェにね今から行こうかなと思ってます。やったー、気持ちいい。カフェ到着しました。めちゃめちゃ海が綺麗なカフェです。クスさんとリクト君と一緒に行ってきます。こういう単管スカッシュとか絶対ない。ホイップクリームをプラスしよっかな。カフェ、カフェいいっすね。え、これマジめっちゃ美味しそうじゃないですか。オリオンビール、オリオンビールといえば一本も飲んでない。撮影者さん3本ぐらい飲んでたもんね。飲んだね飲んでやばそうだと思う。ええ、マジっすか、うん、2個も。2フレーバージュニアかな。おえー、2フレーバーはいいっすね。レギュラーもありますよ。サムジョーがアーモンドレーズン、サンピンミルクティ ー, ティー。リクト君はじゃあこれはシークワーサーヨーグルトと、あー悩むなー。これはでもサンピンミルクティーにしようかな。あー、あー、じゃあ俺こっちも迷ってて、いやこれ美味しそうだよ普通に。黒糖、シークワーサーヨーグルトと黒糖でいきます。じゃあ僕は危ねえ危ねえ危ねえ、カレーとミートソースこっちにも。こっち撮影者の方が若干のりアボカド絶対うまいよ。あ、美味しそうですね、うん、飲み物アイスコーヒーをつけて、タンタンスカッシュ美味しそう。美味しそうだね長い、レイズ行きます。アイスコーヒー、そうですよね、そうですよね、やっぱり。いや、アイスコーヒータンカンってオレンジですか。なんかタンカン、オレンジの種類。ああ、なるほど。タンカン、じゃあ僕いいっすか。タンカンでもタンカンスカッシュいいっすか。うわー、取られちゃった。アイスコーヒーにしよう。僕もアイスコーヒー。おー、アイスコーヒー。子供みたいな感じになってますね。じゃあ僕単管スカッシュ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、送りつけ明日だよね。明日。あ、明日か。明日待ってください。じゃ僕らはもう乾杯。乾杯。乾杯。いや、ワインでも大丈夫です。美味しく飲んでます。はい、嬉しいです。よかったら炭酸入れる？大丈夫か。パイン炭酸ですか。うん、美味しそう。いいんですか、入れて。俺も初めてだけど。半分飲んだら、半分飲んだら、プラス料金で。美味しいですよ。めっちゃ美味しいです。うん。お、何頼んだんですか。マンゴーとごま。マンゴーとごま。なんか。とホイップ大盛り。あの、しりとりみたいなことですね。ごま、マンゴーみたいな。あー。反対に見てるんですね。マンゴー、ゴマ。おー、あ、ほんとだ。これがシャークス。シャークスが気づいてきた2年はこれです。なるほど。2年でこういうことやってきました。しりとりとか。うん、あどうですか、お味の方は。ゴマめっちゃうまい。ゴマうまい。ゴマめっちゃうまい。おってことはマンゴーはどうですか。うまい、うまい。ホイップクリームどうですか。ホイップクリームこれ、はい、これは好き好きちょっと変えてくるスタイル。リクソ君何頼んだんですか。シークワーサーヨーグルト。シークワーサーヨーグルト、これはうました。シークワーサーと何ヨーグルト3品黒糖だっけ。黒糖。ああ、そっかそっか。しりとり、しりとりになってねえんだ何とりそれごまち食べたし、今度頼むから。シークワーサーも、シークワーサーも
あ、ごまうま、ごまうまくね。全部うまいです。黒糖？これ黒糖？はい。黒糖。黒糖味。めっちゃうまい、めっちゃうまいって食べ方してね。なんかすごいの。え、なにこれ？これですよ。これ。めっちゃ黒糖。あ、いいですか？ホイップ乗せましたね。ありがとうございます。絶対うまいから。絶対うまいですね。ま。みんな食べるからうまいです。確かにそれはある。じゃあ泡盛り。いいこと言います、ね。なんとか泡盛りいきます。泡盛りうまそうじゃない？あ、レーズン強め。うん。そう。うまい。うまいっす、うまいっす。ラジオやりたいですね。ラジオやりたい。ラジオ好きなのは8時間タメジョー来てくれたやつあるじゃん。ああ、ありましたね。癖になっちゃってもうやりたくて仕方ないね。え、今度一緒にやりません？本当に。やろうよ。絶対クッサン出たら超喜ぶ。もう喋るのめっちゃ好きだ。え、なんか番組ってどうやって持つんですか、ラジオって。自分で今持てるスタンド FM。 M さんやってるもんね。 M さんやってる、うん、あ、そうなの。 M 持てる。見たことない。 ある、まあ、言っといた方がいいね、告知で。何よ。3月20日撮影者会。何だよ。撮影者会が3月20日に M さんのラジオに撮影者が。いやでもあの僕自分のこと明かさないんで一切、うんうん、あのタムジョー YouTube についてのことを言って話してる。なるほどね。でなんかタムジョーについてがなん33分中の20分ぐらい話しました、ね。うん、でも普段さ表に前に出ない人が出てくれるのめっちゃいいよ、ラジオ。そうですね。どんぐらい反響あるんだろうね、うん。僕のお父さんが一回 M さんのラジオ出たんですよ。そしたらあれ600回中600回やったんですけど、10位以内ランクインしたんですよ、視聴回数が。マジ。だから撮影者さんも行きたいですね。いや俺は人気ないよ。10位以内。いや行けるでしょ。だって俺自分のこと話してないもん一切。俺の母親出すわじゃん。父親前出る芸人だから母親出す。母親ってあれですか、あのイベント来てる、来てくださる方ですか。あ、そうそうそう。あ、結構元気な方ですもんね。元気。俺の4倍元気。4倍元気。おかわりとかって。おかわり、うん、カフェにおかわりって手やる。それドリンクバーみたいな感じ。おかわりっていうか、まあ頼むっていう。頼む。あ、すいません。あ、パインジュース一つお願いします。こっちが良かったんだ。いや、飲んでみたい。めっちゃうまい。本当にミクト君ちょっとシェアしてませんか。あ、言うのも絶対。俺もさ、青森ムズーレ。でも青森ズーレ、いいっす。あ、いいよ。え、いただきます。俺も青森ムズーレもらう。いっぱい食べてください。え、これがどっちだ。この当ててみ、当ててみ、当ててみ。難しいけど青森だ。うん、青森だ。黒糖。めっちゃ、そくそくわかる。めっちゃ青森っすね。美味しい。酔いそうな味。これは酔いそうな味。マジ。じゃあ、ちょうだい。やばい。いいよ。もうこれやばいっす。もう酔ったらやばいからね。でもお酒入ってないですよね。もうこっち酔ったらやばい。リクソ君ですか、うん、え、どんな感じになるの。酔ったらね、やばい。キャプテンクロみたいな。シャクシー人格変わるんですか。人格が変わるって思った。一緒に飲みたいっすね、今度。あ、飲んだことないっすよね。飲んだことない。俺こいつとも飲んだことない。え、じゃあ知らないじゃないですか。適当なこと言ってた。適当に言ってたのかね。リクソやばいよ。実際は赤くなりそう、リクソ君。もうやばい。ノリが変わってくる。多分きっと。ありがとうございました。バイバイ。お疲れ様でした。バイビー。気をつけてね。また会いましょう。お疲れ様です。じゃあ行きますか。行きましょう。バイバイ。お疲れ様でした。またありがとうございました。ということで、帰る時間になっちゃいましたね。はい、寂しいですね。でもやっぱりでもこの合宿、もちろんタムジョは競技の向上で来たと思うんですけど、いや、まあ自分なりにはちょっと練習状況はあんま良くなかったんだけど、はい、まあでもやっぱこういうね、日本トップのチームと練習して、まあ何回も言ってんだけどさ、はい、うん、できてよかったし、やっぱこうやってね、2年目も受け入れてくれるっていうのがよかったわ。そうですよね。うん、やっぱさ、1年目でさ、1年目お試しみたいな感じじゃん。で、受け入れてもらえて、うん、ありがたいなって感じだったけど、やっぱ2年目もさ、OK ってことはさ、自分らが、まあ、ちょっと認められたなっていう感じがある気がして、それが嬉しかったっすね。しかもここが出会いの場所だったじゃん。そうですね。
国神ってのがね、まあ、国神が本格的な合宿参加の場所ですね、うん、そうですね。だからそれに関しては、まあ、練習はまあ自分の自己管理の部分もすごい大きいんだけど、参加できたっていうのがね、なんか認めてもらえた感じがして嬉しかったですね。この経験を生かしてまたもっとさらにパワーアップした動画とか活動していきたいですね。はい、まあとりあえずそうですね、日本選手権を多分上、まあ、僕はそうですね、自分の目標があるんで、まあ、それは絶対達成したいなと思うんですけど、とりあえず次またレースが4月から入ってくるんで、こっからっすね、はい、大事なのは、まあ、練習どれだけできなかった、まあ、練習はできた方がいいんだけどさ、できなかったとしてもやっぱ一番のメインは試合だもんね、うん、試合でどれだけ合わせられるかっていうのが大事なんで、まだ時間あるんでね、修正して頑張りたいなと思いました。いやーよかった、また沖縄来よう、行きましょう、うん、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。